この動画ではデータベースの使い方について解説をしていくんですけども、ここに書いてあるように自分がどういうものを探しているかというのに対して最適なデータベースがありますので、今から説明するデータベースのページに自分でアクセスをしてみて、いろんなデータベースについて触れてもらえればなと思います。で、今回の動画では特に英語論文を探すときにどういうデータベースを使ったらいいかということについて詳しく説明していきたいと思います。まずデータベースのアクセスの仕方なんですけども、図書館のトップページから上の方にあるデータベースのアイコンをクリックしてみてください。そうするとデータベースの一覧が出てきますので、この中から自分が使いたいデータベースを探して、この利用するというアイコンをクリックするとアクセスすることができるんですけども、たくさんデータベースありますので、これをどうやって絞り込むかということに関して、まずキーワードで絞り込む方法が一つと、それからカテゴリーや分野でも絞り込むことができます。例えばカテゴリーであれば本や雑誌の検索であったり、あとは新聞、法令、統計などいろんなものがありますので、自分が今探しているデータベースに一番マッチするものをクリックしてみてください。それから分野に関しては、人文科学、社会科学、数学、科学などそれぞれ分野が掲載されてますので、自分の探したいものに一番近いものを選択してもらえればいいかなと思います。それからデータベースのタイトルをクリックすると、そのデータベースの解説だったり、下の方にはデータベースのマニュアルやデータベースについて詳しく解説をしているホームページのリンクがあったりしますので、これもぜひ見てみてください。で、このデータベースの中で英語の論文を探すときに特におすすめなのが Web of Science というデータベースと Scopus というデータベースなんですね。で、おすすめの理由としては、これらのデータベースは引用情報というものを含んでいるということがあります。引用情報というのは、例えばこの図で田中2000という論文がこの4本の文献を元に書かれていたとします。そうすると、この4本については田中2000の論文の最後にレファレンスという項目があるんですけども、そこをたどっていけば、まあ比較的簡単に見つけることができるんですけども、この田中2000を引用しているこの論文をどうやって探すかっていうのはなかなか難しいんですけれども、今回 Web of Science とそれから Scopus というデータベースを使うと、ある論文を引用している論文についての情報もこのデータベースの中に入っていますので、これを見つけることができます。で、これを見つけることで、例えば田中2000が発表された後にどういった研究がなされているのか、またこの研究分野について最新の成果というのはどういうものがあるのかということについて調べることができるので、非常に便利かなと思います。この他にもそれぞれのデータベースがそれぞれ特徴がありますので、例えば周りの先生だったり友達だったり先輩に聞いてみたりして、どういうデータベースを使えば一番いいのかということをこう判断して、自分で一番いいデータベースを使ってもらえればいいかなと思います。これでデータベースの使い方についての解説を終わります。